聖地は土地を建築や工作などに適するように平らにならすこと、またはそうされた土地である。逆に、このように整えられていない土地を不聖地という、路線と基礎を通る基礎を示す断面土木工学及び造園建築の聖地は土台、道路や鉄道のベースコース、造園や庭園などの建設作業のためのレベルベース、改善、表面排水など、 特定の勾配を持つものを確保する作業。このような目的のために作成された土類は多くの場合、サブグレード、または完成断面と呼ばれている。砂利道や特定の目的のための土工の場合、整地はベースだけでなく、完成した構造のカバーと表面を形成し、しばしば完成造成地と呼ばれる。現代の道路グレーダー多くの場合、ブルドーザーや、 屈削機などの重機を使用して大まかにエリアを準備し、グレーダーを使用してより細かい仕上げを行います。今日では、レーザーレベルとグレーダーを組み合わせることにより、直径700メートルの範囲を20ミリメートル以内の高低差に整地することができる。なお、整地前にレベル測量しておくと、ハイドの移動について計画を立てることが容易である。 環境デザインのプロセスでは整地と再生地は、ランドスケープデザイン、ランドスケープアーキテクチャ、及びアーキテクチャプロジェクトの使用及び建設要素で、基礎やフーチング、スロープ式棚田と安定化、神秘的な輪郭及び雨水と、家庭、灌溉の流出水の表面流出排水に関して、建物、または屋外設備に活用されている。ありがとうございます。